みんな集まったようだな。もう大丈夫なの、ナルト？ああ、いい顔になっとる。では深作様、ペインの情報を。いいじゃろ、これがジライヤちゃんが残したペインの情報じゃ。リンネガンか。思った以上に厄介ですね。しかも6人もいるなんて。他に深作様自身が感じたことはありますか？今はどんな情報でも欲しいのです。そうは言ってもの、いや、そういえばあの時ジライヤちゃんがこんなことをつぶやいておったな。おい、どうした？本物はいない。ジライヤちゃん、本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。ナルト？もうペインのことは大体わかった。俺は修行に行ってくるってばよ。あんた、いきなり何言い出すのよ。どんなにすげえ能力持ってても、それに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対取る。じっとなんかしてらんねえ。力むのはいいがな、今のお前がここで修行してもペインには到底勝てりゃせん。だと？だからじゃ、このわしについてこい。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山？そこで修行すればペインに勝てるようになるのか？それはわからん。じゃが今よりも可能性は上がる。じゃあ迷うことなんか何もねえ。ペインに勝つ道があるってんなら、俺はその道を信じて突っ走るだけだ。よう言うた。うん。ではしばらくの間、ナルトはお預けします。想像しいやつですが、どうかよろしくお願いします。ああ。さて、ナルトちゃんは修行の準備をしてくるがいい。わしは木の葉の門で待っとるからな。よし、やってやる。準備はできたのか、ナルトちゃんよ。よし、それじゃ行くとするか。
わしの家を案内して。何言ってんだよ、じいちゃん仙人ってば。時間はいくらあっても足りねえんだ。さっさと修行を始めようぜ。はいはい、ナルトちゃんよ、そうせえても。俺は遊ぶためにここに来たんじゃねえ、強くなるために来たんだってばよ。こやっちそうじゃな、よかろう。ならば早速修行開始じゃ。へへ、そう来なくっちゃな。まずはこの環境に慣れるところから始める。は、慣れる。この妙木山が特殊な環境下にあってな、慣れていなければ単純な行動を取るだけで体力をひどく消耗するようになった。ふん、そんな感じはしないけど。ま、動けばすぐにわかる。え、これってわしの術で作り出した偽物だしや。やが、その強さは折り紙付きよ。奴らとの手合わせを通して少しでも早くこの環境に慣れてみせ、それが第一の修行じゃ。よし、やるぞ。よし、俺の勝ちだ。